タヌ,キタヌキ、タヌキ、ニクテレウテスプロキオニデスは、哺乳孔食肉メイヌカタヌキ族に分類される、食肉類。もともと極東にのみ生息する、世界的に見れば珍しい動物であり、日本、朝鮮半島、中国、ロシア東部などに分布していた。主に山野に生息しているが、日本に住むものは、都市部でも見られる。現在の生息域は、 東から日本、ロシア、ウスリー地方、朝鮮半島、中国、モンゴル国、ベトナム、ヨーロッパでは、ウクライナ、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、スイス、スウェーデン、スロバニア、スロベキア、セルビア、チェコ共和国、ドイツ、デンマーク、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、 ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア共和国、モルドバ、ユーゴスラビア、ラトビア、リトアニア、ロシア、ヨーロッパ・ロシア、模式標本の産地、基準産地、タイプ産地、模式産地は、関東省とする研究者も一部にいるが、学術的には不明である。1928年に、ケガ皮目的で、旧ソビエト連邦に入され、 1955年には、ポーランドや旧ドイツ民主共和国まで、北、ヨーロッパや西ヨーロッパへも分布を拡大している。1928年、昭和3年に毛皮を取る目的で、ソ連、現ロシアに移入されたビンエッツタヌキが野生化し、ポーランド、東ドイツ、当時を経て、現在はフィンランドやドイツにも生息している。1990年代頃から、 フランスやイタリアでも目撃例があり、分布を確実に広げている。なお、ヨーロッパの外来種については、カリーニンタヌキ N、ピコリーナネンシスソロキン1958の種名が与えられているが、口実分類の通りビンイツタヌキのシノニムとみなされている。体長50から80センチメートル。体長約50から60センチメートル。体重2から8.4キログラム。 周期には体重8から1 0ラムに達することもある。体重は3から1 0ラム。冬場に向けての狸は長短の密生した体毛で、ずんぐりとした体つきに見えるが、足も尾も長い。体色は普通はイカで、目の周りや足は黒っぽくなっているが、稀に全身が真っ白な白変種の個体も存在する。幼獣は肩から前足にかけて、 焦げ茶の体毛で覆われており、有効な保護食となっているが、成熟すると目立たなくなる。俗に他の木の筋力八丈磁器と言われるが、それほど大きいわけではない。食肉目の共通の先祖は、森林で樹上生活を送っていたが、その中から獲物を求めて森林から草原へ活動の場を移し、追跡型の形態と生態を身につけていったのが、犬科のグループである。狸は、 湿地、森林での生活に適応した犬の仲間であり、追跡系の肉食獣に比べて、水辺の生活にも適した体型である。胴長短足の体型など、原始的な犬か動物の特徴をよく残している。以下の分類は、ボードワースターヒル MSW3 に従う。2015年に、大陸産と比べて頭骨が長いこと、染色体数から、日本産の体群を、 独立種、N ビバーライネスとする説も提唱されている。この説では、海分類として、アシュ、N、V アルバスも認めている。この説に従うと、タヌキ属の模式種は、N ビバーライネスとなる。日本には、北海道のエゾタヌキ、N、P アルバスと本州、四国、九州のホンドタヌキ、N、P ビバーライネスの2アシュが生息する。エゾタヌキは、ホンドタヌキより、 やや紐が長く、獅子もやや長めである。湖などの水辺で、下場の深い環境を好む。日本の例では、河川や湖、海岸などの周辺にある紅葉樹と新葉樹の根光林を好む。シベリアの例では、河川や小さい湖の周辺にある沼地や草原、矢淵、紅葉林などを好み、大河は避ける。森林で生活する。 夜行性だが人間の影響がない環境では昼までも活動する。単独もしくはペアで生活する。ペアは相手が死ぬまで解消されない。行動権は地域、季節などによって非常に変異が大きい。本州北部や九州南部では周期に49の59ヘクタールとする報告例もある。50ヘクタール程度の行動域を持つが、 複数の個体の行動域が重複しているため、特に縄張りというものは持っていないようである。泳ぎはうまく、日本では本土から金華山までの約700メートルを泳いだと考えられる例がある。少なくとも日本では高さ150センチメートルの金網フェンスのよじ登りに成功した報告例がある。巣穴は自分で掘るだけでなく自然に開いた穴や 穴熊類やキツネ類の巣穴も利用し、摘み藁や灰屋などの人工物を利用することもある。本種には、複数の個体が特定の場所に糞をする、ため糞という習性がある。一頭のタヌキの行動範囲の中には、約10カ所のタメクソバがあり、一番の餌場巡回で、そのうちの2、3カ所を使う。タメクソバには、大きいところになると、直径50センチメートル。 高さ20センチメートルもの糞が積もっているという。ため糞は、その匂いによって、地域の個体同士の情報交換に役立っていると思われる。クソ場のことを、ゴーヤや、ツカと呼ぶ地方がある。死んだふり、寝たふりをするという意味の、タヌキネ入り、義手と呼ばれる言葉は、漁師が漁獣を撃った時にその銃声に驚いて、タヌキは、玉がかすりもしていないのに気絶してしまい、 漁師が獲物を仕留めたと思って持ち去ろうと油断すると、タヌキは息を吹き返しそのまま逃げ去っていってしまうという、タヌキの非常に臆病な性格から来ている。同様の習性を持つことから、義子を指す表現として、英語圏では、ホックススリープ、キツネネ入り、それより、さらに一般的なものとして、プレイングパッサム、ポッサムの真似をするという言い回しが、また、他ヌキという言葉は、この、 狸ヌ入ネイリを、玉抜き、魂の抜けた状態と呼んだのが語源であるという説がある。長い孔毛と密接した獣毛の組み合わせで、湿地の茂みの中も自由に行動でき、水生昆虫や魚介類など水生動物も捕食する。足の指の間の被膜は、泥地の歩行や遊泳など水辺での活動を容易にする。温暖な地域に生息する個体に、島民の習性はないが、 秋になると、冬に備えて、脂肪を蓄え、体重を50%ほども増加させる。積雪の多い寒冷地では、陶器に穴ごもりすることが多い。タヌキのずんぐりしたイメージは、冬毛の長い上毛による部分も大きく、夏毛のタヌキは、意外にスリムである。食性は雑食で、血種類、鳥類やその卵、両生類、魚類、昆虫、タワシ類、 甲殻類、軟体動物、動物の死骸、植物の葉、芽、果実、喧嘩、消化、種子などを食べる。木に登って牡蠣や、琵琶の果実を食べたり、人家近くで残飯を漁ることもある。捕食者は、大陸狼犬大山猫くずり犬足大足、ワシミミズクなどが挙げられる。繁殖様式は体制。発情期は1から3月。 一頭のメスへ三から四頭のオスが集まり、ペアが形成されると、周囲や互いに尿をかけて、匂いをつける。陰形が、メスの膣内で膨張して射精するまで抜けなくなり、知り合わせのような姿勢で交尾、交尾結合、対応を行う。妊娠期間は五十九から六十四日。五から七頭の幼獣を産むが、最大十九頭の幼獣を産んだ例もある。授乳期間はヶ月半からヶ月。 生後9から11ヶ月で生成熟するが繁殖を開始するのは生後2から3年以降が多い。狸は人家近くの里山でもたびたび見かけられ、日本では古くから親しまれてきた野生動物である。昔話やことわざにも登場するが、その割に他の動物との識別は必ずしも明確にはされてこなかった。 タヌキと最も混同されやすい動物はアナグマであり、タヌキ、ムジナ、ムジナ、マミ、マミといった種のうちのいずれが、タヌキやアナグマ、あるいはアナグマと同じ、イタチカの天やジャコウネコカのハクビシンのような動物のうちのいずれを指すのかは、地方によっても細かく異なり、注意を要する。例えば、関東周辺の農村部には、今もタヌキをムジナと呼ぶ地域が多い。 山形県の一部には、本無事なと呼ぶ地域もあった。栃木県の一部では、無事なといえば、狸を刺し、逆に、狸の名が穴熊を刺す。狸と穴熊を区別せず、一括して、無事なと呼ぶ地域もある。狸の背には、不明瞭な十字模様があるため、狸を十字無事なということもある。その他の地方名として、穴っぽ、穴掘り、貝根掘り、段座、 トンチウ、ハチムジナ、万福、坊主、豆田、世物などがあり、行動、外観、伝承などに基づいた呼び方であろうことがわかる。近代に入り、タヌキが毛川採取目的で乱獲され、全国的に絶滅が危惧された時期があった。1926年、大正15年2月24日、山口県豊富市の向こう島タヌキ生息地が、 国の天然記念物に指定されている。しかし1950年、昭和25年に本土と向島を結ぶ、西木橋が建設されて、以来、当の狸の生息数は減少の一途をたどり、天然記念物指定時には2万頭と推定された狸が、1987年にはほぼ10頭未満まで減少し、近年では姿を見られることさえ稀であるという。これは、 西木橋を渡って島に侵入した野犬の影響が大きいと思われている。現在では多数の市民ボランティアにより様々な保護活動が行われている。近年、本来の生息地である山林が開発により減少しているため生ゴミ投植時に困らない都市部への流入が進んでおり排水口のような狭いところを住みかにする習性もあって街中で見かけることも 珍しくない。タヌキが人家の周辺に出没する際に、飼い犬、猫を起源とする犬ジステンパーウイルスや、海鮮症に感染する例があり、地域個体数への影響が心配されている。また、当西のタヌキは、経験不足から自動車の全消灯にすくんでしまう、修正があり、交通事故に遭う件数が非常に多い。特に高速道路では事故死する動物の約4割を占め、 群を抜いて多い。このため、タヌキが多く出没する地域の高速道路において、動物の注意を促す標識に、タヌキの図案を用いているところが多い。また、高速道路に限らず、地方の民家の少ない道路などでも事故が絶えない。事故に合わないよう、道路をくぐる、動物用トンネルが設置されているところもある。タヌキの漢字は本来、 山猫等を中心とした中型の哺乳類を表した。日本にはごく限られた地域にしか山猫類が生息しないため、中世に入って、狸の字を狸という語、実際には狸やアナグマを刺すに当てるように整理されていったと考えられる。本像和名に、家狸一名猫とあるのは中国の妖霊に習ったものだろうが、狸が山猫なら、家猫は確かに、 家が抜きとなる通りである、このような混乱が尾を引いたものか、和漢三歳図絵では、逆に狸の名として、の猫と記しているという。ずる賢い人を指して、狸親父、狸じじと呼ぶことがあるが、狸が現在のような滑稽なイメージになったのは、実は近世以降のことであり、我々の知るようなイメージが古代以来伝えられたものと、考えるのは誤りであるという。 江戸時代になって民族イメージの中の狸は腹が膨れ大きな陰謀を持つようになりやがて腹鼓まで打つようになったが鎌倉室町時代の説話に登場する狸には時に人を食うこともある驚々しい化け物としてのイメージが強いおとぎ造史のカチカチ山前半の凶悪な狸はおばあさんを騙して殺しさらにおじいさんを騙してババ汁を食わせる タヌキの腹鼓は和歌にも読まれた。例えば、不牧集に、一とすまで金も落とせぬ古寺にタヌキのみこそ、鼓打ちで。この衣装を題材にした、淡々タ,タヌキのマイナスという、歌い出しの俗用が知られるが、これは1937年、昭和十二年の歌謡曲、タバコ屋の娘、その久し作詞、鈴木誠一作曲の替え歌である。タバコ屋の娘は、 メロディーの一部を賛美化、まもなく彼方の日本福音連盟制定第678番、現代、シャルウィーギャザーアットザリバー、から流用しており、結果として、淡タ々ンタ,ンタヌキのマイナスの歌い出し部分は、まもなく彼方のと類似している。なお、タヌキの白製は、蒸気のような直立させた姿、を前に回して陰謀に見立てるで飾ることがた、飲み屋や山間部の旅館などで見かける。 タヌキの腹鼓の音を表す、ポン、ポンポコ、ポコポンなどの擬音語はタヌキを表す俗語として、現代でも用いられる。民間伝承では、タヌキの化けるという能力はキツネほどではないとされている。ただ、一説には、キツネの七化けタヌキの八化けといって化ける能力は、キツネよりも一枚上手とされることもある。実際伝承の中で、キツネは、人間の女性に化けることがほとんどだが、 タヌキは人間の他にも物や建物、妖怪、他の動物等に分けることが多い。また、狐と勝負して勝ったタヌキの話もあり、佐渡島のダンサブタヌキなどは自身の領地に狐を寄せ付けなかったともされている。また、犬が天敵であり人は騙せても犬は騙せないという。毛皮が上質なため、中国やロシアでは産業的な人工飼育が行われている。 日本でもかつては、防寒具の材料とするため養殖された時期があったが、戦後には、タヌキの毛皮の需要もなくなり、産業的に飼育されることはなくなった。タヌキ類が生息する日本などの地域ではそれほど、珍しがられない動物であるが、生息していない国や地域では珍しがられ、2010年3月23日に、旭山動物園と久留米市鳥類センターとが、 シンガポール動物園へ本んのヌキのオスメス一つ買い2009年5月3を送ったところパンダ並みの珍獣と扱われタヌキに冷暖房完備の専用車が用意された上に歓迎式典まで開かれたこのように日本国外の動物園がタヌキを展示すべく日本の動物園に飼育中のタヌキの譲渡を依頼することがあるさらに日本の動物園が タヌキと交換で国外の希少動物の譲渡を受けることもある。日本におけるタヌキの料理法にタヌキ汁がある。ただしタヌキ汁と称してこんにゃく汁を指すこともある。前述のように古来日本ではタヌキと穴熊のことを混同してムジナと呼んでおり、文献上におけるタヌキ、ムジナの料理が現代でいうところのタヌキ肉の料理かどうかは判断が難しい。 アナグマは、タヌキより美味とされ、ヨーロッパや中国でも、古くから食べられている。いわゆる、タヌキ汁は、特に美味なものとして伝えられる場合は、実は、アナグマ汁である、可能性が高い。大草家料理書という文献でも、タヌキ汁は、無地な汁、アナグマ汁のこととなっている。タヌキの肉は、獣臭いため、酒で煮たる生姜やニンニクを使うなど臭みを消す、必要がある。 そのため、タヌキ汁は、味噌仕立てにすることが多い。佐藤鉱石の随筆、タヌキ汁では、毛皮を取った後のタヌキを食材として売り出す。可能性を試すため、ある日食通の知り合いを集め、タヌキを各種の料理にして食べる会を開催したとある。その記録では、味噌汁と香辛料を混ぜて作ったタヌキの肉団子は美味で、あったという。しかし、数やステーキは噛めないほど硬く。 吸い物は獣臭くて食べられなかったとあり、タヌキ肉は一般的な食材になりがたいと結論している。中国では、野味、下手物料理、ブッシュミートもしくは薬膳の一つとして、タヌキ、ムジナが現在も一部で食用にされている。本草項目は、生を寒温無毒と記載し、体を温め、食べても害がなく、また、 競争効果があるる。と扱っている中国では、コライヤギ肉、ケン肉など、臭みのある肉の処理方法も研究されており、タヌキ肉は、長時間水につけて、血抜きをすること、ニンニク、ネギ、糖式味、八角、クミン、唐辛子、ひしおなどを使って、臭みを隠すこと、煮込んで、柔らかくすること、熱いまま食べるのではなく、冷菜として食べることがコツであるとされる。 主に毛皮目的で養殖されたものの肉や内臓が利用されるが、河北省には煮付けにした肉をレトルト食品として販売している会社もある。タヌキの名を持つ生物、特に植物はいくつかある。タヌキの特徴、ふさふさした毛やずんぐりと丸みを帯びた形などにちなむ場合もあるが、怪しげな印象からタヌキに結びつけられる場合もさは。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。